3分3ラウンド、スイノックなんです。ドローの場合は1ラウンドの延長があります。抜き打ちが禁止ですが、掴んでるの攻撃は一瞬一発まで、ね、相撲家の反則には注意して先生を堂々してです、グローバーして、はい、ありがとうございます。これがセミファイナルで組まれてるっていうね、今回の大会意味どころすごいですよね。はい、はい、まあ、本人は首相撲があるから、ワンワン、さあ第1ラウンドスタート。あ、そうですか、はい、まずは早速、まあ、キックを繰り出していきました。黄色いフラッグストーリー、まあ、ポンと見てるとあどけない感じも若干あるんですね。自分の強肩スタイルで一気に行ってしまう、まあ、ただこの辺りは冷静に相手を見ている。まあ、一つ立ち上がり要注意というふうなお話されましたね。はい、ラスト1分。さあ、ここから少し優子がプレッシャーをかけています。
勝利者記念のトロフィーとフィットネスショップ様よりゴールドジムホエイプロテインが贈られます。選手会場